その日なんですけども、ちょっとお仕事がある方がいるそう、昼間ね、パルマがなんと本番中っていう非常にタイトな状況だったりするので、今方向性としてはパルマはちょっと新幹線の方で頑張ってもらいつつ、バックアップということで、プレステージバックアップというか助っ人ですねということで、プレステージのメンバーです、ね、大村学の8人。今日タケル君は目が赤いです。前世はウサギです。だから一人にしないでください。初日から雨降らしかと、雨に濡れるんだと思いました。ただこの撮影はきっとこういう訓練の模様だったりとか、もう結構ね映していくと思うんで、その訓練の内容が厳しければ厳しいほどで、僕たちが感じる、辛さとかが多ければ多いほどすごいいいものになると思うので、なんか男らしくて初日からいいなと思いました。2人組のねこのユニットさんなんですけども、1人はハイトーンボイス、そして1人は安定の超実力派、俺知らないもん、ボーカルさんで、この2人が織りなすラブソング、そしてあとはレゲエ、そしてヒップホップ、いろんなジャンルを歌えるんですね。その使い分けもさることながら、とてもユニークな歌もめちゃめちゃ。どんな歌やの？いやもう僕表現できない。カラオケに行って歌うの？いや難しすぎてなかなか歌わないですけど、代表曲とかはたまに歌ったり。なんていうあの痛いところがありまして、そのハーネスによってで、それっていうのがもうずっと吊られているとですね、そのハーネスが、股のところでふんどしみたいになってるんですよ。だからこう吊ると自分の自重がのしかかるとすごく痛いんですよ。で8時間とかずっと釣られてると、はい、痛いんですけど、でもキコちゃん本当に涼しい顔してやってるなって思ってたんです。で撮影が終わってこのキャンペーン中に、いや大変だったよねって言ったら、でもね私ね競輪用のパンツを履いてたから全然大丈夫だった、早く言ってくんないそれっていう。それを教えてくれたら僕の痛みはちょっと軽減できてたはずなんですよ。大家好，我是三本春马。很感谢，可以见到大家。いや、たまにあれですね、部屋が、自分の今住んでる部屋が汚いとお母さんが片付けに来るぐらいですね。他の女性は助けてもらったことあんまない。
本当にありがとうございます。お会いに台湾ありがとうございます。ケータリングめっちゃうまかった。ではお疲れ様でした。カルマまた。そうきれい。一生もう結構そのまま。そう。じゃあもう一回頑張れ。そういったら才能がもったいない。私が試合に白のパーティードレスで登場したら、彼は私を感動した。それ以来私に会うことも拒んだ。自分の肺がんが発覚した時でさえ。本当皮肉よ。言葉にするのも嫌がっていたのに、抗がん剤を飲んでゲイゲイ言っていたらしい。ブーツを作ろう。デートのエピソードとかってあったら教えていただきたいなって思うんですが。うわー、これ言っちゃおっかな、どうしよっかな。もったいぶりますね。あのですね、これ結構、はい、結構僕の中では衝撃告白なんですけど。何ですか。まあ僕の通ってた中学校に、はい、まあ、冬場なんですけど、はい、夜に、はい、まあ、校庭がすごい広いんで、はい、まあ、そこで、まあ、寝て星を見てたっていう。校庭でですか。校庭。星を見てたって何やねん。星めちゃめちゃ綺麗なんですよ。それ何それ。それは羽島さんがちょっと今日星見ようぜみたいな感じで。ぜとは言ってないですけど星見ようって言って。僕大好きな三浦さんの。三浦、本当ですか。もう本当ですか。これ一応ちなみに100万円っていうネタついてましたんで、すごすごい高価なやつやと思いますけど。いいですか。一応そっくりに書かせてもらいました。はい。うん、なんかどことなく似てます。いや、
の無駄あのもっと否定して、ね、いやどことなくちょっとみんな分かってないわちょっとあのなんやこれや君俺らがどことなく似てるやんかあんたいきなりどことなく似てるやんめちゃめちゃいい人、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 こんな仕上がったね。何やねんこれやんか。これ一応あの設定はですね、公園であのお昼ご飯を食べてる、お弁当を食べてる OL のおかずを取ろうとしてる。みんなほんま、はい、どういうことやねん。どういうことやねん。何でこれ様の。え、志村さんの志村さん。おお。ジーヤがいるんですよ、ちゃんと。ジーヤ。カノさん。カノみたいな。この二人でやってくれるの、ここから。贅沢だ贅沢だ。トモ、あー暇だな。似てる。お顔拝見してて、三浦さんの下まつげが半端じゃなく長いんですよ。やっぱそうですか。こんな近くで綺麗か。アルマさんは同い年なんですけど、とっても真面目で本当に見習うところしかないくらい、同い年とは思えないくらい、もうあのあ本当にもう参りましたっていうくらい、とってもあの本当にこう一番この映画と向き合っている、本当にこう尊敬の気持ちしかないです。ありがとう。よろしくお願いします、平川さん。三浦です。平川さん、生三浦春馬さんです。うん、かっこいいよな。ありがとうございます。私の40年前、こんな感じ。そんなイケメンだったんですね。だと思った。かー、どうりで仕上がってると思ってました、私も。そうです、お願いします。どうりで仕上がってどういうことということ。ガルボ、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 不思議食感チョコいろいろ明治ガルボ。不思議食感、ちょっと一つは、まあ、どんな味かわかんないですけど、とんでもない味になってるみたいです。どうですか。もう、じゃあもうこっち、じゃあこっちで、せーの。もう匂いが何だろう。多分からしだと思います。いけますよ。大丈夫ですか。お水だけ。辛いの。辛いですよ。今ね、僕が飲んだけど今、うわ辛い。見つけた緑のあの子でしたよね。うん、僕が見つけた、あこれ見ましょうよって言ったものなんで、僕がこう罰ゲームを受けるっていうのは正当な。うん、そういいですね。あすごい。思いますモテるな今の子。なんかこうね、侮辱されてもこう立ち上がって負けじとこう、まあ、顔で皆さん笑ってるじゃないですか。エイトも含め、そして権田さん演じる克実さんも含めて、うん、なんですけど、やっぱりこう彼らの心情とかをこう覗いてみると、感じてみると、考えてみると、きっとやっぱ辛かった時期もあっただろうし、今笑ってこうその時期をこう乗り越えてるかもしれないけど、実際は傷ついてるはずだし、だけどそれをこうなんか脚色して、今回こうやってコメディにして放送させてもらってますけど、ユニークなユーモアのある表情だったりとか、そういう画角の先のその気持ちっていうのがどこか皆さんに届いたらいいなっていうのをすごく常に思って、うん、you
考えようとして。